鎌谷駅は愛知県西尾市、鎌谷町中屋敷にあった名古屋鉄道西尾線の駅。矢作古川鉄橋建設のために1915年に仮設された後、地元負担の西岸駅として1928年に再開業した。しかし利用者の減少により2006年12月16日をもって再び廃止された。西尾鉄道が吉田線として 西尾貴大吉田岩を建設する際、南工事が予想されたのが、矢萩古川を渡る佳橋工事であった。橋梁材輸送のため一式口駅から矢萩古川西岸まで延伸し、横須賀口駅を仮設したが、この仮駅は橋梁完成後とともに廃止された。その後、地元では、連三寺住職の東藤高丸らによる駅誘致運動が起こり、会社区門の去った強兵を介して、 愛知電気鉄道に駅設置を要請した。鎌谷集落の旅客利用だけでは、駅誘致は困難であったため、うがいて十郎島、天根地区集落からの協力を得たり、愛電に対して貨物需要の見込みを提示したりした。数回の折衝の後、1928年3月に愛電から駅新設の承諾を得ることができたが、建設資金や土木工事、 駅前道路の整備などはすべて地元負担とされた。地元は周辺集落の支援も得て、これに対応し、半年後の電化改め期までに諸工事を済ませ、駅開業にこぎつけた。なお、当初は仮駅時代と同じ横須賀口を駅名とする予定だったが、地元の要望で鎌谷に改められた。短式一面一線ホームの地上駅。 駅集中管理システム未導入の無人駅で、駅舎もないため直接ホームに入る構造となっていたが、西尾線の西尾駅以岸と釜凍線を走る西尾、釜凍間で行われていたワンマン運転のため、ホームに券売機が設置されていた。1926年に西尾鉄道を合併し、 吉田線の運営を継承した4月1日から12月15日換算で、計算横須賀口駅に関するカテゴリー、花火駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。